ただいまより麻薬白書をお送りいたします。お話は放送政治連盟調度員大学総裁にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。今この日本列島は麻薬列島と言われている。もう早いものになれば中学生から高校生、大学生、OL、家庭の主婦、まあこういう一般のサラリーマンまで、また企業経営者と、今までは麻薬というのは夜の商売関係者と、暴力団関係者と、芸能関係者、大体色が決まって、この辺が販売マーケットであったと。ところが今までの販売が、いわゆる大都会の歓楽街、繁華街と中で行われてたものが、団地で売ってるという。高級住宅街で売ってる。極端に言えば、学校の先生までやってるという。まあ、こういう恐ろしい、その、広がりというのは、何が原因であったのかと。やはりこれはやっぱり麻薬の販売とそれを取り締まる警察が本当に取り締まるという真剣さがあったのかということを私は疑う。だから横浜の伊勢崎警察で暴力団担当の警部補が同じ警部補から撃たれた。拳銃で頭を。そしてその撃たれた方の警部補の銀行の中には5億円という現金があったという。なぜ警部補が5億円の金を持てるのかと。まあ、もともとそれは金持ちの息子かもわからない。しかし実態をよく調べた結果、その売ったのは、受け負ったのは九州の暴力団員が受け負った。その九州の暴力団員にこの警部補を撃てと頼んだのは同じ神奈川県警の暴力担当の人間である。なぜだと。麻薬の縄張り争いだと。その暴力団が麻薬を売る縄張りの中のケツ持ちを警察がやっている。そのケツ持ち同士の縄張り争いで、その警官が5億円持ってたということは、それだけ稼いでたということ。これは単なる私は一例に過ぎないと思う。いろんな繁華街でそういうものを扱っている、麻薬を扱っている。そこに警察が取り締まらなければいけない。その本来取り締まるべく警察が、それらと一体になるというか、いや、協力するという、ケツ持ちをするという、こういうものがやはり、たくさん例がある、だろうと。だからどん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 今やもう何十トンという麻薬が日本全国に散らばっている。それは50キロ上がったとか何十キロ上がったという例はあるけれども、千分の一に過ぎない。これはまあ上がらないように上がらないようにみんな工夫して、宅急便でみんな届け先を決めて上手にやってるから上がるわけがない。
それによって莫大な金が動く。その金の中で利権が発生する。その利権を求めて警察官同士が拳銃で撃ち合うという。まあ前代未聞といえばそう聞こえるけれども、いろんな前代未聞ではなく、そういうことはよくあることだと。だから今やもう日本列島は麻薬列島に化してる。これもアメリカからこのシステムは導入されたものであろうと、こう思います。これで終わらせていただきます。